西年寺は、東京都新宿区若葉二丁目に所在する、浄土宗の寺院。千勝山安陽院西年寺。徳川家康の不大家臣で、徳川十六新将に数えられる、服部正重が回帰した寺として知られる。同寺は、服部氏市の菩提寺であり、正重をはじめ、服部一族の墳母が存在する。また、正重が森役を務めた。 徳川家康の長男、信康のために、彼が建てたとされる、供養塔が現存している。西年寺の所在する、若葉二丁目地域は、JR 中央線四谷駅から、新宿通り沿いに、約300メートル精神をすると、道通りの左手一帯の完成な住宅街であるが、江戸時代には、伊賀町と呼ばれ、徳川家に仕えた、伊賀州の組屋敷があった。 同時回帰の服部正重は、この伊賀同心200人、より期30期からなる、伊賀州の組頭であったとされる。また、同時から新宿通りを逆に、都心方向に登場すると、服部正重にちなみ命名されたという、旧江戸城、半蔵門に達する。服部半蔵・正重の墓、松平信康の供養塔再年寺は、 徳川氏が江戸に入法して間もない1594年に、服部正重が、江戸工事町の清水谷にその前身であるよう、創建したことに始まる。正重は、かつて非合の死を遂げた、信康の慰霊のために出家入道をして再年と合し、安養院に供養塔を建ててその母代を弔いつつ、余生を過ごした。そして、1596年の死後には、法名、 戦勝院伝安、誉レ再年大前城門と、追合されて、道安に葬られた。その後、安陽院は周辺に、江戸城拡張工事が及んだために、1634年頃に、現在地に移転、寺院として新築されたとする。現在の歳年寺の三号寺名は、彼の法名にちなむ。ありがとうございます。